左翼とマスコミ、国民民主党に集中放火し大炎上衆院選において国民民主党の議席がおよそ4倍に増加いたしましたが立憲民主党などのおかしな野党の持層であるいわゆる左翼やマスコミが国民民主党に対して集中砲火を加えておりこの左翼とマスコミに対して批判が殺到し大炎上してしまっております、まあ、こちらいわゆる左翼の皆様とマスコミの皆様 国民民主党の是々非の姿勢が気に食わないご様子でございますが、まあ、例えば紙の健康保険証の廃止ですとか所得控除などで攻撃しているようでございますけれども、まあ、この、まあ、例えば SNS における国民民主党に対する工作活動に関してはすでに立憲民主党などのおかしな野党の思想が実施していることが分析によって明らかとなってしまっております。 さらに今回の衆議院選の結果を見ますとおかしな野党の皆様が40代以下の若者に一切支持されていないという事実が確認されておりますので、まあ、このままいけば数十年でおかしな野党は消滅するものと思われますまともなというか普通の国民の皆様は批判ばかり反対ばかりではなくて必要な政策は与野党で協力し実現してほしいと 考えておられるものと思われますので、国会議員の皆様も、その支持層の皆様も、国民の皆様のために行動していただくようにお願いいたします。以上になりりまます。ごご聴いいたた。だきありがとうございました